どうもピュアキングです。今日はスーパーマリオワンダーの続きやっていきたいと思います。と言っても昨日撮った直後にやってるわけなんですけどなんか変な感じだな。それでどうもピオキングですから始めていくっていうのは、まあ昨日はですねマップ1っていうのかな、そこを全部クリアして今日はマップ2になるのかなって思うんですけどね。だいたいマップ2は砂漠ステージっていうのが多いよなマリオって。どうした？フロリアン王子、おう、広いところに出てきましたが。うん、結構広いな。あ、あれパスかな。またあのぐるぐる巻きです。ワンダーシードをもっと集めないと。さあどこから行きましょうか。地図を見たければ L を押してくださいね。ちょっと一旦 L 押してみていい？ L を押します。ん？これは左何？あ、これもしかしてさ、やり込み要素がある、あの10コインの場所ステージっていうことかな。うわ、わかんねえな。まあいや、どっか行けるんだね、好きなところに。上は難しさ1、下は難しさ2。あー、簡単な方から行こうか。ちょっとつもうしん、僕トッシン。なんかちょっとギャグっぽい要素もあるような気がするけど、そこは触れないでおこう。で、この、あ、こう、ちょ待って、くそちょっと待って、いつもさ、ジャンプをね A でやってるから、これは B か。もうすぐね A ボタンにやってしまうわ。この突進は倒すことできんのかな。一旦倒してみていい？あ、燃えるけど倒せはしないんかな。あ、倒せた、倒せたけど、お前ちょっとあと1個壊してくれってこのでんでん虫は、でんでん虫は踏んだらノコノコになってこれを壊してくれるとか、そういうことはないのね壊してくれよ。なんかノコノコ的な役割だとは思ったんだけど、ブロックは壊すことはできない。うわ、あれ取りたかったな。あ、ゾウさんあんじゃん。ゾウさんでさすがに壊せるんじゃないこれ。うわ、無理か。え、ゾウでも無理なのにサイはオッケーなんだね。待って、これどうしても取りたい。一旦さ、スタートからやり直ししていいかな。うわ、どうしよう。進んでいこうか。もうクリアした後に、あ、これヒップドロップで下がるよ。お、もう一個、もう一個は行かないと。で、このちょっとつもうしんしてくる伊之助に任せようか。伊之助に任してこの10コインを取りますと。あー、なるほど、そういうことね。いや、もう大体理解しました。で、この土管は、土管は入れない。で、このキラキラは何をしてくる。うん、しょうもねえな。ここでヒップドロップ。うわー、あ、あ、え、おお、やられたと思ったもうトロールコースかと思っちゃったよ騙しコースかと思った。これは倒せる。これ踏めるかな。うわ、どうしよう、一旦踏んでみていい。あ、ちょっとミスった。まあいいや、後で踏もう。絶対やられたと思ったな、さっきの。いや、面白い。これヒップドロップすることによって、上に行ったりもできるんだね。どれがヒップドロップできるんかな。このゾウさんじゃなくてもヒップドロップしたら、この上がるとか下がるとかあるかな。これヒップドロップしたらファイヤーが出てきた。最初の紫コイン取れなかったのはちょっと悔しいな。この土管は入れませんね。で、この中にワンダーフラワーが隠されてると思う。取ってみようか。いや、無理か。これ上からヒップドロップで取れるとかない。いや、このエリンギを乗ってエリンギ乗れないのあんな、ちょっと待って、やめて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 、くそ、お前そこまで来んのね面白。あ、これは PV で見たよ。これ乗っていけっていう感じなんじゃない。あ、やっぱそうだよね。で、左に行けば紫コインもあります。あ、上まで行くんだ。上まで行って、あ、これ上のあのキラキラ、いや、キラキラフラワーちょっと気になったけど、で、僕今見逃さなかったよ。左下に10コインがあったっていうことかな。ここでちょっとつぼしにしてもらって、あの10コインを取ります。あら、もうなくなっちゃった。なんか今取らなくてもなくなることってあるんだね。で、右に行ったらゴールがないけどじゃあ変だよ、こっちがフーって言いたいんだよ。え、ゴールないの。あの、ちょっとつもうしに消されたとか、そんな感じかな。ゴールごとぶっ飛ばされたみたいな。なんか PV でそんなんなかった。ここも何もない。でも、まあぶっ飛ばされてよかったんじゃない、ゴールを。まあ、この先の世界が見れるっていう感じだもんね。そうだったね。だっか、ゴールだっか。え、これ下行ったらどうなんの。いや、下すげえ気になる。下も別のゴールがあるとか、そんなの。
隠しルート、あ、というわけじゃないんだね。でもこの右下すげえ気になるよな。これはこんなところで会えるなんて会いたくなかったよ別に。じゃあこれ下から、いや、あえて上からゴールするわ。あんな高いところだったらあえててっぺん取ってみたいところもあるよね。さあ右にダッシュして、あのちょっとつ猛進があるじゃん。ちょっと気になるよね、そのゴールが本当にぶっ飛ばされたのかどうか。ちょっとやり直してみるね。長いな。うわ、しかも芋1個しか取ってない。さあ今ねやり直ししてるんだけど、これで残り2個の芋をね探していきたいと思います。まあ残り2個の芋がねどこにあるか全然分かってないんだけど、まあ、一番気になってるのはこの先にゴールがあるのか。あ、やっぱりあるよな。そして壊される。あ、分かった分かった、あのゴールを先に早くしないと芋を手に入れられないんじゃない。あのキノピオを助けないとさ。あー、なるほど、そういうことか。じゃあここの芋を手に入れてもう一回やり直ししなきゃいけないのか。これさ、一回で芋が全部集められないようになってるんじゃない。で今さバッチつけてきたんだけど、めちゃめちゃ楽だね。ここで R を押すじゃん。そしたらこうやってマリオが浮かぶことができるから、これでね結構やられるところもやられないで済むようになってる。じゃあ今度はこのサイより早く右に行ってみようか。まあサイに乗って行ってもいいんだけど、まあ、早く行った方が、え、なんか背景に、え、くっそ、え、サイどこで襲ってくんの。あ、サイ意外と来ないのね。マリオの方が、いやいや、だだだだだ、あいつより絶対早くゴールするよ。なかなか早いな、あいつ。さあゴール。さあ芋をくれ。ありがとう。右の芋すげえ気になる。ここで芋使って新しいステージ、ちょっと一息ダッシュでいこう。もうやりてえ、やりてえけど右下行きます。そうやって楽しみを後で取っておく人間なんですよ。あ、ショートケーキのイチゴとか最後に食べるパターンの人間ですね僕。転がれコロンポリン。この子がコロンポリンかな。あ、ステージの最初にこの敵キャラの名前を出してくれるのありがたいね。これゾウで遊ぶっていう感じなんじゃない。一回ゾウで乗ってみようか。上のカキ棒は、あ、ここで、いやー、なるほどね、ほんとトランポリンみたいな役割を果たしてくれるっていう感じ。いやー、もったいない、当たると思ってしまったよ。まあいいや、ここで踏んでどんどん右にやる。これ当たっちゃってもいいのかな。当たっちゃってもいい。この場合は、この場合も一応無敵状態にはなるんだね。ちょっと待って、10コインだけはマジで全部集めてきて。あ、スピンもある、スピンもあるけど、くそ、上届かねえか。まどろっこしい。ダッシュジャンプだったら届きます。これどんどん押していこう。押していって、押していかないと多分後で10コインが取れなくなるとか、そんなん絶対あると思うよ。でここは弾く、弾いて弾いてどんどん右にやれみたいな。いや多分そういうことなんじゃない。そうしないとあの10コイン取れなくなりますよみたいな。いけ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 、挟まんのか。まあ いや、結果ほら結果ほら、上に行けることができたもんね。ここで10コインがあると思いますよ僕。P スイッチ、これ押せる。お、かわいい。見て見て、ちゃんと目隠れてるよ。これ押せるかな。押せる。いや、どっち行こう。いや、こういうの大体上の方がいいもんな。どっちでもいいやん。で下に行きますと、これで10コインが残り1枚。この土管は入れそうなんだけど、入れはしないか。土管の中もね結構隠されてることが多いから、なるべくね探していきたいんだけど、あの土管怪しくない、これ。これ入れるんじゃないの、このブロック。いかにも、うわ、ダメか。このブロックでさ、ブロックじゃない、このトランポリンで、あー、やっぱ倒せるよね。いや、気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいいぜこれ。え、なんこれ、3、2、1。え、これ左手をかと、あ、戻ってきてくれよ。すげえ気になるじゃん、あれ何が起きたの。もういいや、後で確かめるしかねえな。絶対に10コインのような気がする。うん、あれもすごく怪しい。一旦このゾウのこの鼻で叩いて髪キック。あ、これで10コインか。え、じゃあさっきのさ、あのカウントダウンは何だったんだろう。めちゃめちゃ気になるんだけど。もう一回やり直して、入り、ん、もう一回入り直して、あれをねちょっと調べていきたいと思いますけど、お前邪魔すんだって。もうゴールなんじゃない。ここでトランポリンでビヨーンでゴールと。いや、さっきのカウントダウンがマジで悔しいな。すげえ気になる。
しかも芋1個取れてねえし。なんか恥ずかしいってそこ映すの。ワンダーシードが集まってきましたね。これだけあればきっとなんとかなります。あのぐるぐる巻きのところに向かいましょう。いやだね、僕はさっきのカウントダウンのところに行くんだ。確かこのハテナブロックじゃなかったっけ。あ、そうそう、これを多分3回叩けば何か起こると思うんだよね。残り1回期待させんな。みんな残り1個のさ、芋がどこにあるか分かんないんだよね。多分さ、ワンダーフラワーがあるじゃん。あれを取って確か終わりの時に芋が、ワンダーフラワー出てきた。だからこれをクリアしたら芋が手に入れれるっていうことだと思うんだけど、お前邪魔すんだって。もういや、こういうバネ系めちゃめちゃ好きだよ。お前でかい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 。やめろって。なるほど、制限時間内に上に行けっちゃうことか。まあまあこんなの余裕ですよ。でこれで芋がゲットできたから、この状態でさ、ゴールしようか。まあちょっと飛ばすね、ここ次のコースで行きたいと思います。さあ右上のさ、ちょっと一息ダッシュなんとかっていうのも気になるけど、新しいのが出たんだよな。ちょっと一息ワンダーピースの音楽室。まあいや、一旦上行ってみようか。ちょっと一息ダッシュでゴー。これどんな感じなんだろう。ちょっと一息ってついてるぐらいだから簡単なコースだとは思うんだけど、ダッシュでゴー、 Y プラス移動でダッシュ、ダッシュしてワンダーシードをゲットしよう。だから芋を手に入れろっていう感じだね。これを叩いて右にダッシュしろみたいな。下のダッシュエーカーみたいなやつ乗りたいんだけど、あれは、なにこの簡単な。鍋すぎだろ。これは簡単すぎるって。もうちょっと難しいの来てくれよ。まあ、確かにちょっと一息レベルだったけど、じゃあこっちもちょっと一息ワンダーピースの音楽室。こっちは何なんだろうな、リズム天国的なあの遊びミニ要素も出てきたら嬉しいんだけど。うわー、出たこの音楽、めちゃめちゃいいよね。これを取ると、これ取っだけ5個取ったらワンダーシードをゲットできますみたいな。ね、みんな今気づいたんだけど、右上にさ、この子がいるんだよね。なんでも嫌ですってなんだろう。集めたフラワーコインが使えますよ。なんでも売ってる、なんでも嫌です。なにこれ、ご褒美コイン、敵を倒すとコインが手に入る。ワンダーシード絶対いるじゃんね。ポプリンたちがとても大切にしている不思議な力を持つという種で、ワンナップはいらない。どのパネルをゲットできるかは買ってからのお楽しみ。いや、これ面白いね、買ってみようか。なんか出るだろう。なんか N レベル。くじで言ったら N ランクぐらいのやつっぽくない？ SS じゃないよねこれ。もう一回買えんの？あ、何回も買えるんだこれ。来い SS。 あーもうダメだって、 N はさ、これもうしゃがみしか出ないんじゃないの。なんかもったいないからやめておく。芋どうしよう、これ芋何個も買えることができそうだけど、まあ今回はもう何もしないで先進もうか。だって紫コインってさ、なんかずっと集めれるじゃん、同じステージで。でみんなで冒険。はじめまして、僕は通信アンテナさん。オンラインプレイのことなら僕に任してね。それでは早速オンライン一言アドバイス。世界中のプレイヤーとの冒険だ。オンラインにすると世界中のプレイヤーと冒険できるよ。ピンチの時はいろいろな方法で助け合いもできるんだ。さあオンラインに切り替えて、みんなと冒険だ。右行きます。ここで、芋を使って、ステージ解放っていう感じか。これ多分ステージだよね。さっきみたいにバッチじゃなさそう。丘越え、山越え、花ちゃんレース、面白そうだね。行ってみるか。丘越え、山越え、花ちゃんレース。いや、まだ難しさ1か。難しさ多分ね、あの様子だったら5ぐらいまであると思う。 Y プラス移動でダッシュ、レース花ちゃんより先にゴールしよう。オーケーオーケー。だからこの花ちゃんより先にゴールしろっていう簡単な、システムですね。ゾウさんのまんまでいいのかい。はやちゃん早いな。これダッシュ、あ、ダッシュ。ダッシュ X ボタン押してた。もういつもの癖がさ。いや、これこれ、こういうのよ、当たってもいいのね、花ちゃんに。花ちゃんはこのエリンギとか無視するんでしょ。ゾロいな。もう一回ダッシュいかない。あんな紫コインなんて取ってる暇ねえって。
残り時間じゃないのかな。いやくっそ、いやゾウさんより普通の方が早いやつだ。いや早いなこのままじゃ。あなんか履いてないか。えこれどうしよう。ゾウさんだったら下から行けたっていう感じじゃない？これやっぱゾウさんの方がいいよな。これ A ボタンでゾウさんになる時間とかねえから、もうお前も参加すんなって。もうそんな、いやもう突っ込みたいところ、あーこれこれこれ PV で見た、めちゃめちゃ面白いよね。もうなんか突っ込みたいところたくさんあるけど、もうちょっと無視していいかな。もうあの何だったっけさっきの走るやつ、いや早い早い早い、ローラースケート履いてるのずるいって。俺もローラースケートを隠せたらやったー。楽しすぎる。ありがとうはなちゃん。もうそんな疲れた顔してるけど、マリオは全く疲れてないっていうね、体力どんだけあるんだろうって思いますけど。さあここは終わりかい。あれボスとかいないの？中ボス欲しいよね。フロリアン王子やった、フラワー王国の名物花ちゃんレースに勝ちましたよ。しかも花ちゃん記念に自動スーパーキノコバッジ、コースを始めるときに自動でスーパーキノコの効果が現れる優れものですよ。試しに付け替えてみますか。いや大丈夫だね。スーパーキノコってことは、まあ、デカマリオの状態のままいけるっていう感じでしょ。でここのステージは、あなんか上いけるな。こっちは、あいけるいける、落石注意。この砂漠のステージめちゃめちゃ広くない？大変大変、クッパのせいで岩が落っこちてきました。壊したいのですが、スーカーって元気の源フラワーコインが10コインぐらいあれば壊せそうなのですか？元気出して。いいよ、やるさ、10コインぐらい。さっき N ランクのバッジをね、無駄に引いてしまった、10コインぐらいやるさ。ありがとうございます。これだけあれば、パワー満開です。早速壊しましょう、じゃあ。せーの。ドッカン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 。地味な作業だね。もうちょっとなんかこう波動砲みたいなの出すと思ったけど、おかげさまでパワー満開で壊せました。どうぞお通りください。で上に行ける。うわ砂漠広っ。このまんまコイン叩いてみる。あほんとコインじゃん。で右と左があるか、オプションでメニューからオプションを開くと操作方法が変えれます。ダッシュやヒップドロップなどプレイしやすくカスタマイズ、バッジセレクトの設定やフリー操作の切り替えまでできますよと。えちょっと待ってね、それだったらさ X がダッシュで A ボタンがジャンプっていう方法もできるんじゃない？僕それだったらそっちの方がいいんだけど。これかな。あできそう。ダッシュとジャンプの操作、B でダッシュ、 A で、あこれ違うな、Y でダッシュ、あこれも違うな、B でダッシュ、この2種類しかないんかい。じゃあここは右の簡単そうなコースから行ってみようか。こっちの方が星1だもんね、左が星2。こっちはバッチチャレンジ、あバッチチャレンジか、コースじゃないの。帽子パラシュートレベル1、帽子パラシュートを使ってうまくクリアしろっていう感じで、空中で R を押し続けると、あこれは知ってるから無視していい、守備状態なんだ。ここで記録を取る、宇宙でふわなに急にイケボが出てきて宇宙でふわみたいなさまあいいや、ここいやここコースじゃん、もう敵がいないコースっていう感じなんじゃない。あこいつどんどん行こう、いいやこの声めちゃめちゃ好きかもしんない。ここで中間ポイント取ります。でこれは、あこれはリストを出してくれるんだね。あこの声聞きたいんだけど、ちょっと僕の声も邪魔してるから申し訳ない。いや次こそ聞くよ。いやちょ、いや届かねえ、なんで喋んだろう、めっちゃ気になるんだけど。よしやるななんか腹立つあいつこれはラストジャンプ、ラストジャンプね。オッケーオッケー、ここから右にジャーンプ、来いやったシャッ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 。でここは芋1個なんかな、ワンダーフラワーはない、あないで、ありがとうありがとう。で僕結構飛ばしてると思うんだけど、結構写真とかねちゃんと写してくれるんだよね、毎回毎回。この写真を見るのがねなかなか楽しみになってきてる自分がいますね。さあ次は左、絶対コースだと思うよ。これは芋2個か。飛び出し注意、ローラースケートノコノコ
ワインを押している間、これね、気づいたんだね。 B 押すじゃん。そしたら左下ちょっと動くんだよね。今分かったかな。これは乗れる。うわ、乗りてぇ、めっちゃ乗りてぇ。いや乗れないのか。なんか左上なんかあったような気がしたけど、まあまあまあいいまあいい。左上になんかあったような気がしたから、そっち行ってみようか。これなんだろうな。いや、芋いい芋ねえか。あ、2個だったらさ、多分フラワー、ワンダーフラワー取って1個、そしてゴールして1個の2個だと思いますね。はい、じゃあ隠してる要素は何もないと思うから、ちゃっちゃ進んでいこうか。このフラワーは、フラワーじゃねえや、これフラワーじゃん。え、これ何、ここ絶対なんかある。10コインあるよ。あと4体、これ倒せってこと。タイミングよくジャンプしろっていう感じかな、このタイミング。うますぎる。一発で、どうやって上に行くんだろうな、これ。あ、壁キックか。はいはいはい。で、ノコノコの持っていこうか。ノコノコ持ってったら、こっちに持ち越しはできないのね。いや、これ乗りたいよな。あ、なんかある。これ引っ張れる。引っ張るとはてな、アイテムか。ありがとうありがとう。でもゾウさん消えたのはちょっとショックだね。これ上行けないかな。あ、上行ける。10コインは当たっていいの。これなんか敵かなんかいるんじゃない。えなんだよ、花か。こっちがなんだよだよ。で、右に進みます。で、これは2つ引っ張らなきゃ何にも起きないっていう感じなんじゃない。2つ引っ張ってみようか。あれ、ただ声が出るだけ。何もないパターンもあるんだね。で、これのフラワーはいらない。で、この光はやっぱさ、あの光なんかね、取ってった方がいい時と取らないでいい時も結構あるっぽいんだよね。取ってったらさ、さっきみたいにワンダーフラワーが出る時もあるから、これワンダーフラワーどこで出るんだろうな。うわ、来た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 。絶対ローラースケート乗れるパターンなんじゃない。え、これ取っていけみたいな。え、どこ、右。あ、なんか示してくれてる、ありがとう。で、次は左で、うぃ、優しいな。うぃ、お前ちゃんするんだよ。どこ、左か。左だけど、こっちがすげえ気になる。あれを引っ張りたい自分がいる。どとろけ、よし、オッケー。これはいらねえって。もう、10コインと思ったじゃん。10コインはあと1個あるけど、これは左ではない、右。時間なんかあんのかな。右上行こう。あぶね。で、このハテナは、意味ない。これあと1個、あと1個、あと1個どこにある。左上か、こっち。いい、左上ありそうだな。なんかコインが示してくれてる。これ制限時間ないの、めっちゃ優しい。で、やっぱ芋だよな。10コインがどこにあるか知りたいんですけどね。ここは当たってもいいもん。で、左上に行きます。あ、これなんかブロックを叩いたら行き道示してくれるわ。まあ、初めから行ってほしいな。一回ファイヤーになるね。一回ファイヤーになりますと、あ、落ちてきて、俺が落ちてきて、ファイヤー、ファイヤーもうスタートだから、このまま勢いで行きます。残りの10コイン、うわー、残り1枚の10コインがどこにあるか分かんなかったな。みんなすげえ怪しいの見つけたね。このブロック怪しくない？いやー、やっぱりね。で、分かるぞ分かるぞ、これもちょっと一息コースなんじゃない？あー、やっぱりね。ちょっと一息飛んでけ、コロンポリン。で、さっき言ってた、これ B 連打したらほら左下動くでしょ。あれめちゃめちゃ可愛いよね。で、このコロンポリンをどうにかしろっていう感じなんだけど、あ、これでまた叩くのかな。で、叩きます叩きます。で、この間にはまって通路ができますと、あ、簡単だなこれ。で、これで芋ゲット。はい、それじゃあね、多分今日はここで終わりのような気がする。こっからまたステージが変わるでしょ。なんかね、道が、うわ、どうしよう、これなんか行き道いっぱいあるな。あ、大事なパレスまでぐるぐる巻きだなんて。あそこにはこの国の特別な宝物、グランシードが収められているのです。悪いことに使われる前にどうにかしないと。で、上右下っていっぱい行くところがあるんだけど、今日は一旦ここで終わらせてもらうね。まあ動画としては終わるんだけど、まだやっていくんですけどね。だから写真とか出たらわかると思うよ。全部10月21日に撮ってんじゃんって。じゃあ次の動画も見てくれると嬉しいな。どうもご視聴ありがとうございました。